セルゲイ・ミトルファノービチ・ゴロデツキーは20世紀のロシアアクメイズムを代表するロシア、ソ連の詩人、翻訳者、教師。1907年初女子集、春派作物を発表。象徴主義の詩人として活動を開始。その後、ニコライ・クミリョフと共に詩人の職場グループを組織してアクメイズム運動に参加。さらに革命後は革命賛美。 労働者の連帯などを歌う詩を発表し、ソビエト詩人として知られた。父は、作家であり、民族詩学者であったミトロファン、イワノビチ・コロデツキー。彼は1902年に、サンクトペテルブルク第6ギムナジウムを金メダルで卒業した。1900年代に、サンクトペテルブルク中立大学の歴史と言語学部に入学しながら、歴史と言語と文学を学ぶと同時に、 結局研究を終えられなかったアレクサンドル・ブロークを通して死に興味を持ち、ロシア象徴主義を信奉する。異教への回帰、スラブ神は原始の力への傾向が特徴であり、自然崇拝とも関連があった。1905年、彼はビャチェスラフ・イバーノフの文学サークル等を訪れた。1906年から1907年にかけて、死繍やペルン、 ワイルドウィルを出版。これらは民間伝承を素材とした象徴主義的な作品であった。1909年に詩が雑誌、覚醒に掲載された。この頃までに、ビャチェスラフ・イバーノーフ、ワレリー・ブルー・ソフラとも親しくなった。1911年からは、サンクトペテルブルクのニコライ・グミリョフ率いる詩人サークル、詩人の職場に加入し、 神秘的で複雑な象徴性の曖昧さに反対した。他に、アンナ・アフマートバトーシップ・マンデリシュタームがいた。1912年には、グミリョフと共に、詩人の職場グループの主催者の一人となる。1913年からは、ゴロデツキーは、首都、理論的な記事を掲載する雑誌、アポロに寄稿した。同誌に、アクメズム宣言を発表した。1915年に、 ゴロデツキーはいわゆる新しい農民の詩人を支持した。1916年の秋以来、ゴロデツキーは都市連合と戦争特派員の代表として第一次世界大戦のコーカサス前線にいた。その後はしばらくの間発信地フスの患者のためのキャンプで看護師として整然と働いた。10月革命後、彼は詩集アルメニアの天使を出版。これは 特に、アルメニアの大量虐殺のテーマを取り扱っている。アルメニア語を知っている彼の教師は、アルメニア詩人トゥマニアンの息子である、アムリクイバノビチトゥマニアンから、アルメニア語を習った。バクーにいる間、コロデツキーは、ロシア電信局の芸術部門を担当し、その後カスピカイ艦隊の政治局で働いた。1917年の霊人によるボルシェビキのクーデターの後、 ゴロデツキーは、党の歌、プロレタリアの詩人からの挨拶、党の日、宇宙飛行士などの政治詩を書いた。これらのテキストは明らかに象徴主義から離れており、難解語の代わりに、詩の分野で明快な日常言語を使用しており、アクメイズムの保持する傾向と当時の状況下の課題に起因するものであった。1921年からは、モスクワに住んで、 ソ連の人間と外国の人間の双方による多くの翻訳詞を出版した。1924年まで革命モスクワ劇場の配役担当者となり雑誌、労働者のための芸術を編集し、それから1932年までは新聞、イズベスチアの文芸担当として働いた。1930年代にはオペラ大本に多くの仕事を残した。それは文芸により、 収入を得るための優れた比較的安全な方法であった。オペラ台本の翻訳もやり、ベートーベンのフィデリオ、ケルビーニの水の運搬人、リヒャルトワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガー、ローエングリン。ソビエト連邦のテーマであるロシア内戦に関する最初のオペラの一つである作曲家セルゲイ・イワノビチ・ポトツキーによるブレイクスルーの台本を作成。 作曲家ウラディミル・ユロフスキーのために、イージー・バグリツキーの同名の詩に基づいて、オペラ、オパナスについての台本を作成。さらにミハイル・グリンカのオペラ、皇帝に捧げた命の書き換えテキスト、ヒクンシュを書き、イワンスサニンの筆名を持った。第二次世界大戦中、ウズベキスタンとタジキスタンに避難し、地元の詩人の詩を翻訳した。コロデツキーは、 評論家及び文学評論家としても行動した。1911年に、ゴロデツキーは自ら解説記事を付して、イワンニキティンの二巻組集を編集し、出版した。1958年、彼は、自伝的エッセイ、私の道を発表した。家族、ありがとうございます。